皆様お疲れ様です。朝ドラ大好きチャンネルです。今日は5月31日水曜日、早速皆さんの感想を見てまいりましょう。幼い頃は体が弱かった万太郎だけど、植物に興味を持ち出して山々を歩き回るうちに体力がついて丈夫になったのかもしれないね。そう思うと、バイカオーレンに出会わせてくれたヒサさんは万太郎をいろんな意味で救ったことになる。これまでずっと万太郎のそばで万太郎のことだけを考えて生きてきた竹雄、東京に来て彼を支えるために洋食店で働き始め、日中は万太郎とは離れ離れに。そのため竹雄が知らない交友関係などが増え、その都度竹雄は複雑な表情をする。自分の存在価値が揺らいでいるかのような、まるで自立前の息子を静かに見守る母親みたいだなぁと感じました。竹雄にとって万太郎はまだまだ熱を出しやすい子供のままなんだな。母親やおばあちゃんより万太郎の近くで彼の世話をしてきたんだもんね。自分が和歌のことを一番知っていると思っていたけれど、実は長屋の人たちの方が今の万太郎をよく見ていたというのは、竹雄にとって少しショックだったのかもしれない。でもだからこそ、もう和歌は大丈夫と分かって夜なべする万太郎に付き合わずに竹雄は先に就寝したんだな。父と娘だけのボテフリ一家、売れてなさそうな話家、落第した東大生、訳ありなお優さん、貧しい倉木一家、あえて語弊のある言い方をすると草長屋の人たちは不完全な人の集まりなのね。この人たちの飲み会には三日月が似合う。過保護な竹雄と遅くまで起きて待ってる倉木キッズたち、かわいいな。草の名が地方によって異なるのと同じ、生まれや育ちが違ってもみんな同じ人間なんだと伝わるように、峰の月を囲む輪の中に倉木さんが自然といる風景がいい。倉木と長屋の人々との関係性も変わったんだな。宴会に参加するのもそうだし、報酬だったはずの峰の月を宴会に提供するのもそう。背中の傷を周囲に隠すでもなく自然に振る舞っているのも。倉木さんが真面目に働くようになったのは明らかに万太郎と竹雄との出会いからだけど、それを劇中では誰もことさらに言わない。でもわかる、そこがいい。地方から上京してくる人間にはいろいろな事情を抱えてる人もいる。万太郎や丈之助みたいに夢を抱いて出てくる人もいれば、人生をリセットしたくて来る人も。おゆうさんが輪に加わる前に見上げた月は故郷の月か東京の月か。お寿恵ちゃんのドレス姿の破壊力が凄まじい。万太郎が一目惚れするのも納得だし、私だってこんなの見せられたら高藤さんみたいに二度見しちゃうわ。あれ、高藤さんの隣に座っていた人って奥様なのかしら？ということはそういうことなの？高藤さん、まあ昔は妻帯者であってもお妾さんと仲良くすることはよくあったとは言うけれど。松さん、一人娘を妾にしそうな薩摩の男と、本妻にはしてくれるけど大層振り回してくれそうな男が同時にお寿恵ちゃんに近づいてるなんて知ったら倒れちゃうだろう。
男にすがって生きていくような娘になってほしくないと願い、菓子屋を切り盛りして一人娘を育ててきた松さん。なんだか滝おばあちゃんに似てるよね。このドラマには芯の強いかっこいい女性がたくさん登場するね。見ていて背筋が伸びるし、こうありたいと思う。なんか切ない表情が多かったな今日の竹尾。長屋のみんなと仲良しになれたのはいいんだけど、そろそろ若から離れることを考え始めるのかな。でもそうなると竹尾に会えなくなるよね。母と娘の微妙な空気を見計らってすっと割って入ってくれる文太さん、いい人だな。松さんに惚れてるからではという気もするけど、それでも毎回出しゃばりすぎないようさりげなくフォローを入れてくるからね。甘いお菓子の後にあられを差し入れてくる男はやはり違うぜ。文太さんの背景も気になるね。おかずを一品持たせるということは奥さんはいないのかもしれないし、でも一緒に食べるわけでもないのは家で文太さんを待つ人がいるのかもしれないし、子供だろうか年取った親だろうかとかいろいろ考えちゃう。倉木さんも遅くなるからもう帰るぞとも言わずに日が暮れるまで付き合ってくれたの。万太郎の植物採集に付き合うのが楽しいのかな。雑草に価値があるのが面白いのか、万太郎が面白いのか、絶対倉木さんも楽しんでいそう。倉木さんの奥さんが眠っている子供たちに言った、お父っつぁん楽しそうでよかったねがすごくよかった。奥さんの愛情とこれまでの苦労が読み取れるし、倉木さんが以前よりも前を向いて生きていることがわかるよね。朝ドラが大好きなあなたのための朝ドラ大好きチャンネル、ぜひ皆様の感想もコメントしてくださいね。誰かと朝ドラの話がしたいけれど周りで見ている人がいないという方も多くいらっしゃいますよね。ぜひこの動画のコメント欄で朝ドラについて語り合っていただければと思います。僕もすべて読ませていただきますね。お待ちしています。そしてこの動画を少しでもいいなぁと感じていただきましたならば、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。やり方がわからないという方は画面の下説明欄にやり方を載せていますので、そちらをご覧くださいませ。今後の制作の励みになります。よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。